国福高志寺典の戦いは、平安時代末期の樹永2年10月、備前国福高志寺典で起こった、基礎吉中軍と平士法の武将、瀬尾兼康の戦い。自称、樹永の乱の戦いの一つ。平家物語巻八、瀬尾最後に、平家中心の最後として描かれている。瀬尾兼康は、平家不代の家人であり、方言、平治の乱では、 平家軍に属して戦い、獅子形にの陰謀でも、平の清盛の手足となって働いた副讐であった。金康は、樹栄2年4月の兵士による北陸の反乱追悼軍に従うが、栗から峠の戦いで、兵士軍は大敗し、金康は、木曽吉仲法の武将僧、三成清に捕らえられる。吉中は、金安の武勇を惜しんで除名し、身柄を、 正騎士の弟、倉光重氏に預けた。金安は義仲に従いながらも、反撃の機会を伺っていた。同年7月に、平家一門は到落ち、金安は10月に、平家を追悼すべく、西国へ向かった、義仲軍に加わる。水島の戦いで、義仲軍が敗れた後、金安は治療である、微善国世をに案内すると茂氏を誘い出して、殺害。 出迎えた、着手、瀬尾宗安や備前、備中、貧乏三カ国で現地に残っていた、平家法の武士たちをかき集め、軍勢2004人をもって、福高志寺縄手の笹の底に要塞を構え、基礎軍に反旗を翻した。金安方は、基礎軍の猛攻に激しく抵抗するが、寄せ集めの勢いであり、基礎の大軍の前に、城郭は攻め落とされる。瀬尾金安は、 落ち伸びようとするが、取り残されたこの胸安のために引き返し、今井金平の軍勢に突入して討ち死にした。吉中は、備中国詐欺が森にかけられた、金安主従三人の首を見て、その武勇を惜しんだという。ありがとうございます。